いやいやいや、一体どうするんですか、文部科学省さん。英語の民間試験の件。いや、本当にね、このままだったら、今の高2生、高1生、かわいそうですよ。受験生の気持ち考えたら、本当に、もう怒りしか湧いてこない。どうすんですか？もう何のことか分かってる人は多いと思うんですけども、英語の民間試験を大学入試に利用するかどうかっていうね。まあ、これから大学入試センター試験、今の高3生が受けるものがなくなって、まあ、代わりにね、新たな共通テストが始まるわけですけども、そんな時に英語はね、民間試験をぜひ利用してくださいっていうのが文部科学省としてのまあ意図なわけなんですけども、今朝の朝刊各紙でも出てました。大学側がね、選ぶことはできるんですよ。その民間試験を利用してください。とか利用しなくていいですとかいろいろ選べるんですけども、その大学側がおよそ3割の大学がですよ、まだ決まってないって言うんですよ、利用するか利用しないかを。ってことは自分の行きたい大学が未定って言われたら、じゃあどうすりゃいいの、英検に向けて勉強しようと思ってたけど使わないので、いつ決まるので、急に決まられても困るんだけどみたいな感じになるわけですよ。で、この制度は改めて整理しておくと、どういう制度かというと、これまで大学入試センター試験っていう200点リーディングがあって、それから50点のリスニングがあったわけなんですけども、まあ文部科学省としてはこれからグローバル社会になっていくわけで、みんなにね、コミュニケーション能力も高めてもらわないと困るということで、4技能大学受験の際に測らないといけないよねと。そうなった時に、じゃあ大学入試センター試験を4技能測るようにしたら、50万人が受ける試験なんで、莫大なね、人件費、面接官も必要になってくるし、また時間もめちゃくちゃかかる。それはできないと。だったら今まで民間試験でもすでにやってたものを民間の方にね、民間の会社にお願いして、じゃあその結果を、まあみんなでちゃんと標準化して、こういう基準で明確化して、それを大学受験に利用してくださいねっていう、まあそういう制度なんですけども、まあ公平性がまず欠けるっていう話がすごく持ち上がっていて、まず22の試験かな、今のところ。利用できるのがいろいろあるわけなんですけども、じゃあどの試験を利用していいかっていうのは選ぶのもまず難しいし、受験生にとったら。で、自分はもし他の試験を受けてたらもっと得点が高かったかもしれないとか、まあそういうこともあったりするし、まあ何よりね、今回の制度で言うのは、高2の人が高3になった時に、4月から受験直前の12月まで、この間にその対象となる試験を2回受けていいですよと。で、それは学校を通してね。で、2回受けて、その結果を、まあ1個利用してもらっていいですよ。っていう、そういう話なわけなんですけども、これ受けるのに、どの試験もまあまあお金がかかる。まあ英検受けたことある人もいると思うんで、何千円ってかかったりするし、1万円超える試験とかもあったりするわけで、そんなものをね、果たして、じゃあ、お金があんまりない家庭の人が2回受けられるんですかと。で、もっと言うと、例えば英検1級なんかも今そうですけども、大きな大都市しか受けられないんですよ、1級に関しては。とか、他の試験でも大都市でしか実施してない試験っていっぱいあるわけ。IELTS とかね。そういうのがあったりするわけ。そしたら、地方に住んでいる人たちっていうのはわざわざ、ただでさえ二次試験とか、私立の試験で遠征してね、ホテルに缶詰で泊まって受けたりするのに、まずその入試、大学入試の第一次段階を、センター試験みたいな段階で、わざわざそれを受けに行かないといけないのかっていう問題。で、それを下手したら2回も。っていうのがあって、そしたらお金がないね、地方の学生たちって、都会のお金持ちの学生と比べたら、これどうなの？格差が出てくるんじゃないの？っていう話だったり、あと大学側もいろんな利用の仕方があって、要は使う大学、使わない大学もあるし、じゃあ使うにしても、今度は、まず受けて何点以上取ったら受験資格を与えますよっていう大学があったりとか、あるいは、その点数をそのまま加点しますよっていう大学があったりとか、何点以上取ったら満点扱いとして判断しますよっていう大学があったり、本当に様々でここの足並みは揃ってない。まあ、ある意味大学がね、それを基準として選べるから、大学にとってはいいのかもしれないけど、受験生にとったら、そこってどうなるんだろう。で、まだ決まってない大学がある。ということを考えたら、この制度っていうのは果たして大丈夫なのかっていう問題があって、で、受験の日程とか受験の会場の場所とかね、じゃあ全国でちゃんと田舎も実施してくれますかっていう声は当然上がってて、それに文部科学省はあたふたしてるわけですよ。で、大学側も高校側もこのままじゃこれ始めらんないよね。で、今の高2の方たちが受験生になるのってもうあとちょっとですよ。半年ぐらいですよ。
その間にちゃんとそのシステムが、制度が整備されて、みんなが安心して納得した状態で受けられるかって言ったら、これ多分受けられないですよ。だからもうほとんどの人は、関係者ね、学校関係者は、もう延期しろと。もしくは中止してくれって、そう言ってるわけですよ。でも文部科学省のこの制度の、ちゃんと確立がまず遅いっていうのはこれ大問題で、受験生、これからね、受験生になる高2の人なんか、まあ高1の人はまだ猶予あるけど、高2の人なんか本当にどうすりゃいいの？何を勉強して、何のために、どこを目指して勉強すればいいの？ある程度勉強して、今までだったらセンターの過去問とか早めに解こうって思ってた人は、じゃあ今は、俺らは何したらいいわけ？ってなったりもするわけですよね。だから本当にね、この受験生にとっては酷だなと思うし、まあ、今の中3生ぐらいが高3の受験生になる時から制度導入とかだったらまだわかるんですけど、あまりにも急だし、その割には制度が全然進んでない。これはどうなのかなと。受験生の未来を考えた時に、これは本当に心配になりましたね。まあ、ただ、本当に今の高2生がもう被害者になるかもしれないっていうのは本当に心が痛いんですけども、ただ言い訳できないのは、もう今そう言ってるうちにも、一日一日どん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 、その受験までの日数っていうのは着実に減ってるわけですよ。じゃあ、それを言い訳にしてたらダメなわけなんですよね、今の高2生も。じゃあ今何をしなきゃいけないのかっていうと、まずは一つ目、現段階で自分が受ける大学が、その民間試験を利用するのかどうかっていうのを確認することが重要なわけです。で、申し訳ないけど、さっき言ったように3割の大学はまだ未定。なんで、未定って答えてる大学を受ける人は本当に心配だと思うんで、そこはね、本当に大学側の判断を仰ぎたいわけなんですけど、まあ大体7割の大学は決めてるわけなんですね。で、それもすでにちゃんと明確にしてます。発表してますから、それを確認すること。で、実は昨日、27日だから昨日か、文部科学省がね、もう各所からいろんな批判を浴びて、慌てたように大学入試英語ポータルっていうサイトを作って、そのサイトでは何が語られてるかっていうと、まとめられてて、国立大学、公立大学、私立大学って3つポンポンポンって、ボタンを押すところがあって、で、押したらずらっと出てくるわけですよ。北海道大学からね、沖縄大学まで琉球大学か、琉球大学までバーってあって。で、そのボタンを押すと、その大学が、この学部で利用します。この学部では利用しませんとか、全部一覧が出てくるわけですよ。で、それを見ると、まあ、東大なんか例えばもう全部利用しますって書いてありますし、東北大学は、その共通テスト、今までのセンター試験ですよね。共通テストやるけども、その英語の民間試験っていうのは利用しませんって答えてたりとか、あるいは慶応なんかは今まで通り全くそんなのは関係ありませんとかね。早稲田だったら、この学部は利用しますけど、この学部は利用しませんとか、で、民間試験利用するって答えた大学も、じゃあそれを加点しますか、それから受験資格を与えますか、満点とみなしますかっていうのもさらに細かく分かれてたりして、そこをしっかり見てね、自分が今、まあ受けようと思ってる大学、第一志望だけじゃなくて第二、第三とね、受ける可能性がある大学はそこは目を通しておいて、現段階でどういう判断をしてるのか。で、そのためには、自分はこういう試験を受けないといけない。で、どの時期に受けないといけないのかっていうのはある程度想定しておくっていうのは非常に大事だと思います。まあ、ただ、自分の受ける大学がそれこそ未定って答えたらどうしたらいいんだってなりますけど、まあ、正直言って民間試験を利用するも利用しないも、基本的なね、英語の勉強するべき部分っていうのは変わらないと思うんですよ。高校で習った分野の文法だ、知識だったりとか単語だったり、当然それが聞かれてくるわけなんで、やっぱりこれまでの基礎のところ、単語だったり文法だったりっていうのは変わらないし、どっちにしてもリーディングこれまで通りちゃんとやんないといけないですし、リスニングこれまでもセンターでありますけど、当然これからも問われますよ。で、そこにさらにライティングだったりとかスピーキングが加わるかもしれないよねっていう話じゃないですか。なので、やっぱり皆さん勉強する中で今まで通り勉強はちゃんとして、基礎的な勉強をしっかり固めてですね、リーディングスキルしっかり伸ばしていく必要があるし、リスニングスキルも伸ばしていく必要があるんだけども、それにプラスしてちょっと頭のどこかでアウトプットする、例えばまあ簡単なとかよく使えそうな単語に関しては言えるようにするとか、簡単な文法に関してはペラペラってちょっと自分で独り言でね喋れるようにするみたいな、そういうことを意識して勉強するっていうのは非常に重要だと思います。で、一番陥っちゃいけないのが、この民間試験のね、導入するかどうかっていうのをごたごたのせいにして、いやそんな決まってないんだったら勉強できねえよみたいな言い訳にして勉強から逃げる、これが一番やっちゃいけないことなんですよね。で、やっぱりできる人っていうのは環境のせいにしないんですよ。着実にやってるんですよ。
で、そういう言い訳をして逃げてれば、結局大学入試はどんな形になったとしても、そういう人は失敗すると思うんですね。だから、そういう先が確かにどうなるかわからない、不安でいっぱいっていうのはあるかもしれないけど、そういうモヤモヤな気持ちは一旦置いといて、とにかく勉強するっていうことは大事だし、変わらないわけなんで、どうなってもね。なので、そこだけはブレずに、しっかりと勉強してほしいなと思います。で、あとは、やっぱりこれから、本当に1日単位でね、いろんな情報が変わってくると思います。なので、ぜひ、この英語の民間試験っていうのは、まあ、学校側がね、高校側が、いろいろ先生がね、教えてくれたらいいんだけども、まあ、そういう先生ばっかり、だけじゃないと思うんで、しっかり自分で収集する情報を、それから自分の受ける大学がどういう判断を下したのか、あるいは文部科学省がどういう判断をこれからしていくのかっていうところにしっかり注目してですね、そこは追いかけながら、まあ、当然勉強を進めていくっていうことが何より重要になってくるのかなと思います。ちょっと話も長くなりましたし、今日はノーカットでね、ちょっといきなりバッて撮り始めたんで、あれですけども、ぜひ高2、高1生、こんなことに振り回されすぎずに、しっかり腰を据えて勉強は続けてほしいなと思います。で、やっぱりこういうのはね、本当にそれぞれの受験生のみんなの人生を左右する問題なんで、本当に国も含めて、大学側も高校側も、まあ、慎重にちゃんと議論して、みんなが納得する形でね、導入してほしいなというのは本当に思いましたね。ですので、まあ、皆さんこれからしっかりまあアンテナ張りつつ勉強頑張ってください。それでは今日はこのあたりで終わりにします。